国道54号大田川橋国道54号、新大田川橋、JR 壁線大田川、鉄橋大田川橋は、広島県の一級河川大田川に架かる橋。特に、広島市内の大田川中流域において、大田川橋と名の付く橋が集中して複数あり、ここではそれについて記載する。江戸時代、この地には、広島から北へ向かう出雲岩見街道が通り、 山陽道と山陰道を結ぶ重要な街道として発達した。壁街道は近代に入ると国道54号として整備され、並行して壁線が開通する。現在、佐賀浅北区壁南右岸浅南区八木にある国道54号、大田川橋、新大田川橋及び JR 壁線、大田川橋梁はこの近代以降に整備された橋である。 なお上流側から54号新大田、54号大田、JR 大田の順で並ぶ。また、そこから約4キロメートル下流側に、浅尾橋と並行して、山陽自動車道、大田川橋梁がある。下流側が大田川橋で、上り線つまり、市内方向、上流側が新大田川橋で、下り線つまり、壁方面となる。 歩道は二つの橋の両外側片方ずつにある。大田川橋としての最初の架橋は1887年のことで、現在の橋に架け替えたのが1957年。この時、大正時代に作られた旧橋は壊されずそのまま三次市に移設し、2014年、現在も宿橋として現存している。新大田川橋は国道54号。 佐藤バイパス整備に伴い1980年に加強している。東岸側にある壁自動車学校はもともとこの橋の下の河川敷で開校した学校である。上、八木駅、中島駅間の1953年以前の線路、貸し及び現在の線路、貸し。JR 壁線上八木駅と中島駅の間に位置し、国道54号の2つの橋の下流側に位置する。 元々は1911年、大日本軌道広島支社によって開通した路線であり、当初の橋は、現在のものより北で、国道54号大田川橋のすぐ下流に、一致していた。現在のものは、木地や台風及び、ルース台風被害後に整備された大田川、改修工事に伴いルート変更したものであり、1953年に開通した。現在の壁線は、 当駅のすぐ北で、旧国道から離れ、大田川を斜めに渡って、中島、壁方面へと至っている。しかし、1953年に大田川の改修に、伴い現在の路線に付け替えられるまでは、壁線は、大田川の橋近くまで国道に沿って走り、橋で旧カーブを描いて、現在の大田川橋のすぐ南で大田川を直角に渡り、再び旧カーブを描いて、 壁方面に進路を取り、現在の中島駅付近で現在線に交流していた。上、八木駅北側の県道270号の傍らには、現在でも壁線9線の路盤がかなり明瞭に残っている。大田川の西岸には、橋台の跡が残っており、川の中にも、橋脚の跡を認めることができる。なお、大田川の東岸は、改修に伴い位置が大きく変わっており、 東岸側での急線の痕跡は、急線の路盤を転用したと思われる、中島駅前の駐輪場くらいである。朝大橋のすぐ下流川、秋大橋から上流へ、約3キロメートルのところに位置する。山陽自動車道、広島東インターチェンジ広島インターチェンジ間の、開通に伴い、1988年に開通した。長さは上り線が744メートル。 下り線が718メートルある。以下、国土交通省河川局が取りまとめた資料を根拠として記載する。これらはあくまで河川管理上の名前であり、実際橋を管理する団体における正式名称と違う場合がある。上流域には、中国自動車道大田川橋梁、配線区間の旧 JR 壁線に、旧壁線大大田川橋梁がある。 JR 壁線大田川放水路橋梁、ありがとうございます。